すいません、NHK 党の立花隆という者なんですが、お世話になります。小林先生がちょっと YouTube に出していることでお尋ねしたくてお電話差し上げたんですが、おつなぎいただくことできますでしょうか。申し訳ありません、小林がですねちょっと不在にしておりまして。ああそうですか、はい、週明けまでいらっしゃらない。じゃあ、わかり、小林先生の方には、ちょっと YouTube で出されているものに、10月16日付なんですが、兵庫県の知事選挙私立候補してるんですがね、ちょっと明らかな間違いがあるので、そこについては、ちょっと反論の動画作っておきますということだけお伝えいただけますか。ごめんなさい。いわゆる間違いがあるので、反論の、いわゆる否定する動画を作っておきますとお伝えいただけます。それでもし、事前に、簡単に言うとちょっと僕がこれ否定しちゃうと、総統先生のところには連絡は行くと思うんです。はい、今もう報道めちゃくちゃされてるんで、ちょっとこれ、まあ、今日お電話差し上げたのは本当にこのまま置いといていいのかっていうことなんですけどね、この動画を。小林が、出ている YouTube の動画。そうですよね、ちょっと事実に基づかないことで論評されてらっしゃるので。はい。では、反論の動画をお送りいただくっていうのは、いや、送るっていうよりももう出しちゃうので、もう来週とかってなるとさすがに待てないので。はい。いつ頃出される？もう、そういう状況だともう今日すぐ出してあげちゃいます。すぐに作ります。はい。はい。小林に伝えて。そうですね。もし、必要でしたらお伝えいただいてですね、ちょっともう一度見直されて、公益通報の窓口には言ってないっていうか、まあ、いずれにしてもちょっともう、動画作成してあげるので、今日の、例えば夜ぐらいまで待ちますので、はい、もしご意見があるようでしたら、事前にいただければ。はい。では、小林に伝えますので。はい。9月19日、兵庫県の判決に。いや、てか、今、これだったら再生できるから。実はこの今日のね収録の段階ではね、俺はまだこれを持ってるから、この URL 持ってるから、この弁護士僕が注意したら消しました、これ動画消したとか、まあどっちかしかないんですけれども、収録しとこう。まあいずれにしてもね、なんかこう自分の身体っていうのかな、もうちょっと潔い行動されてもいいのかなという感じがしますね。辞職するのか解散するのか分かりませんけれども、ただその話とは別に、今回の一連のね兵庫県知事のこの行動というのは、公益通報者保護法上はかなり問題だなと私は思いますね。と言いますと、いろんな方がいろんな角度からコメントしてますけどね、実は非常にシンプルなんです、この問題は。まず3月中旬にね、元西播磨県民局長が、知事のパワハラなどを訴える告発文書をね先に報道機関に出すんですね。その後4月に県の公益通報窓口にも通報したと、こういう流れなんです。で、もともとこの公益通報というのはね、通報先が3つありましてね、まずその事業者というかな、本体というか、それからと、まあ、監督する行政機関、まあ、県の場合はありませんけれどもね、それから、今回みたいにマスメディアがあるんですけども、まあ、こういうマスコミへのこう通報というのは、まあ、そういう法令違反みたいなものがあると、でまさにそういうようなものが起こりつつあるということを信じるに足りる相当な理由に加えて、証拠隠滅をされるような場合にね認められてるんですけども、まあそれはちょっとまあ置いときましてね、ここで大事なのはね、その問題とは別に、この公益通報者というのは、あるいは通報者というのは保護されるという原則なんですね。これは公益通報したことで解雇その他の不利益な取り扱いはしてはいけないということが明記されています。まあ、当たり前といえば当たり前ですよね。公益通報者が保護されないとね、この公益通報誰もやらなくなりますよね、保護されなかったら。
しかし今回の兵庫県知事はね、この公益通報者を割り出すようなことをしてね、でいきなり記者会見でこの西播磨県民局長の言ってることが嘘800やとまで断定して、しかもその後この告発者を停職3ヶ月の懲戒処分にしてると、ここが問題なんです。知事は百条委員会で告発者を処分したことについては何と言っているんですか？これはあの知事はね、処分に問題はなかったとこう言ってるんですけどね、これは無理ですよ。これは事実と信じるに足りる相当の理由がないので公益通報には該当すると思っていないなんてことを言ってるんですけどね、これはね奇弁です。あの公益通報にね、真実と信じるに足りる相当な理由、まあ、これあの真実相当性というんですけども、こういうようなものが必要やなんてことはどこにも書いていませんからね。この弁護士もむちゃくちゃ、確かにこの文言ではないですが、明確にこのように信じるに足りる相当の理由がある場合っていうのがちゃんとありますからね。文言が全くないという時点でもう嘘むちゃくちゃですね、この人ね。続き見てもらいます。だから真実相当性があろうがなかろうがね、公益通報として扱わないといけないわけですよね。まあこの点兵庫県知事は明らかにね、公益通報を保護法を誤解されています。それからそれをアドバイスしたね弁護士もね、相当私問題やないかなという気がしますよね。またあの公益通報の保護措置に関しての内閣府の指針っていうのがあるんですけども、やむを得ない場合を除いて通報者の探索を行うことを防ぐというようなことが書かれているのでね、そもそも通報者探し自体も違法ということになりますね。まあ、そんなこと言わなくてもね、もともと公益通報窓口に通報してるのにね、それを公益通報に当たらない、こんな論法通るはずないやないですか。窓口は4月の4日、12月の12日の文章は公益通報窓口じゃないので、あなたの言ってることが通らない。しかも事実をこの人ねじ曲げてるんで、でいわゆるその僕の言うことを反対してくる人はこういう弁護士がこうやって言ってるっつってこういうのを紹介してくれるんで、これ取り上げたらこうやってむちゃくちゃなこと言っていて、この動画ね今見れるんですけど、もう次更新したら見れないですよ。これ今弁護士にね、福永弁護士見てもらおうと思ったら見れないですって書いてきたんで、証拠で撮ってます。時期的に知事への罰則というのはないんですか？これはあの結局今回の公益通報者の名前を出してますのでね、守秘義務違反ということで30万以下の罰金があるのかなという感じがします。他に何か罰則ないかなと思って探したんですけどもね、残念ながらこの程度しか見当たらなかったですね。何が残念ながらやねん。公益通報者保護法をもうちょっと法律改正してね、違反した人に対する罰則をね厳しくしないといけないんじゃないかなと私は思いますね。最後に何かありましたでしょうか？でかなめ言ってるやつが、ね、知事の対応は明らかに稚拙ですね。私が仮に知事から相談されとったらね、これ公益通報ですからね、まず真っ先に第三者委員会立ち上げてちゃんと調査してね、それで県民に説明せんとまずいですよと、ってなことをはっきりと言いますね。これはそれからあの知事をねサポートしていた副知事らの責任も私は重大じゃないかなというふうに思いますね。皆さん知事にばっかり話が言ってますけどもね、特に副知事さんなんていうのは生え抜きの職員なんです。こういった選挙で選ばれたね知事さんのね暴走があるかもわからないんで、それをね体張って止める役割が本来あるんじゃないかなという感じがしますよね。けどもこの副知事さんはこの告発者へのね事情聴取の時にね、メールで名前が出てきたものは在職しとるということを忘れんとってくれよなってなことを言うてね、なんか人事権の行使をちらつかせるようなことも言ってるわけですよね。人事権の行使をちらつかせて、兵庫県の女性職員に対してエッチなことをしてたのはこのお亡くなりになった方ですからね。ちなみにその可能性が極めて高い人ですからね。これだいぶとやばいね、この弁護士。場合によってはこの副知事の言動というのは脅迫罪に当たるんちゃうかなという気が個人的にはしていますね。それから明らかに今回の知事の行為というのは違法ですからね。で違法な行為が原因で結果的には自殺に追い込まれているというふうなあの可能性もありますのでね、亡くなられた方の遺族は、知事とかねそれに加担した副知事らへのね損害賠償ということを検討してもいいんじゃないかな
という気がします。とんでもないねこの人。ということでこれね今こうでしたけど、これ多分ねこれ再読み込みすると見れなくなるはずです。こんな画面になります。消したんですよ。こうやって再生できません。再生できないように僕がねこの事務所電話したんです。さっき先生言ってることおかしいんじゃないですかみたいな。で夜までに何も返事がなければこっちで反論動画作りますね言ったら、なんと動画を削除。一緒。もうねやばい、もう削除されてるんですよこれ消えてますよね。さっきの2週間ほど前の10月15日の動画なんで、たまたま僕こうね撮ってた、残してたんでよかったんですけど、もう皆さん見れません、皆さんが見れないのでちゃんとね皆さんが見れるように動画上げときますね人のこと犯罪者呼ばわりしといてね。これ知事が明らかに違法って言ってたじゃん最後 ね、今あの斉藤健一郎参議院の見てるんですが、こうやって都合が悪かったらこう消すっていうのが本当にもうずるいですよね。ちょっと小林博彦さんもちょっとこれあなたあまりにもこれ、それこそね犯罪者じゃない人に犯罪ね明らかに違法したっていうのもこれも名誉毀損ですからね、とにかくアップロードしておきます。こういう人が、知事を追い込んだということですよ。皆さんよろしくお願いします。あとこれ9月に上げてるやつなんでね、はい、10月15日でした。10月15日に、はいはい、上げてるやつなんでね、まだ情報が足りなかったかもしれないんですけど、だから上げるのはもう間違いは仕方ないけど誤って訂正すればいいんですよねいやこれは彼はでも もう分かってた。意図的だって3月の文書と5月4月の文書明確に言ってやってるから、これはもう意図的にやってる、うん、だって知事にアドバイスした弁護士はけしからん言ってるわけだからね。ということで晒しときます。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、もっと一発自信を下手くなるのはもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテックアップ。